ゴリラ、警視庁捜査大発判。ゴリラ、警視庁捜査大発判。ゴリラ警視庁捜査大発判は、1989年4月2日から1990年4月8日まで、テレビ朝日系列で毎週日曜20時20時54分に、全46話が放送され刑事、アクションドラマである。キャッチコピーは、人は彼らをゴリラと呼ぶ。 台北郊外のゴルフ場で日本の大手ゼネコン重役夫妻の誘拐事件が発生。犯人グループは秋葉レジを首領とする国際合同団であることが判明するが日本と国交がない台湾では現職の警察官が表立って捜査活動を行うことは不可能だった。警視庁刑事部長の麻生君よは西伊豆の漁村で静かに暮らすある一人の男に望みを託す。 男の名は、倉本省、十一歳。元警視庁捜査第一課部長刑事。秋葉グループの襲撃によって、漁師仲間と平穏な生活を奪われた倉本は、新たな仲間たちを従え、フィリピン奥地を舞台にした、激しい戦闘の末に秋葉グループを壊滅に追い込む。だが同時にそれは、多様化する凶悪犯罪との壮絶な死闘の幕開けでもあった。 1989年4月、警視庁捜査大発版、通称、ゴリラが誕生した。ただいま、絶好調。以来、石原プロの3年半ぶりのテレビドラマ作品となった、本作は、当時流行しつつあった、サバイバルゲームや映画、ランボーシリーズなどの影響下にあり、戦闘アクションとしてのカラーを強く押し出した、スペクタクル作品として企画された。 第8版の初期設定も、警察組織から独立した、傭兵部隊としての色合いが強く、コンバットスーツを多用するなどあくまでも、刑事とは異なる位置づけの存在だった。しかし、作風の変化とともに、なし崩し的に、警察手帳を所持しない、単なる刑事という存在へとシフしていった。服装もコンバットスーツを使用する頻度は減り、後期オープニングに見られるように当時のバブル景気を、 背景に流行した DC ブランドスーツを着用することが多くなった。古立一郎による第1話冒頭の前説では、西部警察の存在が前面に押し出されており、西部警察の姉妹編的な位置づけを狙って制作されたが、実際の視聴率は期待を大きく下回る結果となった。そのため、ハードなイメージを強調した横文字のサブタイトルを廃止し、 番組冒頭に、その回のダイジェスト場面集を紹介するなどの手、入れ策が取られたが、視聴率は改善されなかった。さらに、撮影中の負傷により、渡り哲也自身によるアクションシーンが格段に減ったことから、初期のコンバットコメディ路線から、次第、西部警察と同様の爆破シーンや地方ロケを、売り物にした物量アクション、人情路線へと作品のトーンが変化。 特に最終クールである第36話以降は脚本監修に大都会戦いの日々のメインライターを務めた倉本総を迎えアクションドラマとしての題裁は維持しつつ言葉を失った妻を献身的に介護する倉本と病魔に侵された伊達の姿を軸に据えるなどの大幅な路線変更が図られた本作は代理店である第一企画現朝通 K の創立40周年記念作品でもあり、当時一期が広告責任者を務めていた三菱自動車工業を筆頭に、東芝、三菱石油、現、JXTG エネルギーによる全面タイアップ体制が図られた。また海外ロケ編である第1話ではフィリピン大統領府全面協力のもと、現地の住民がエキストラとして大量に参加した。 マニラ市街地での大規模なロケーションのほか、熱帯雨林における戦闘シーンの撮影では実銃や軍用ヘリコプターなどが貸し出され、さらにコラソン秋の大統領、当時の議定であるアガピト秋ノが、倉本たちに協力する元レンジャー部大使機関として出演。現地では、渡タ哲也らが大統領を表敬訪問するなど、国家的規模の制作体制が敷かれた。なお、 三菱自動車は、車両提供、東芝、三菱石油は、タイアップに加え、日光証券、現、SMBC 日光証券などと番組提供を、兼務した。すでに個人となった、石原裕二郎に代わり渡り哲也が、制作者として、名を連ね、脚本には、峰尾元造、荒井光、宮下俊一など、西部警察の主力ライターが揃っていた。 しかし先日の倉本参加以降はそれらのライター陣に代わり、倉本率いるフラノ塾の当時の熟成ライター、石井信幸、相場義久、吉田のりがメインとなり、物語の趣旨によって担当のライターを振り分けるシステムとなった。劇中音楽は立博氏をはじめ複数のミュージシャンによる共作形式となり、監督には西部警察を手掛けた。 小沢圭一や長谷部康春などに加え、助監督出身の吉田圭一郎、太陽に吠えろ、の演出を手掛けた鈴木一平などが参加した。警視庁捜査大発判、通称、ゴリラ G-8 は、多様、凶悪化し、通常の警察の捜査範疇を超えた犯罪に対処するため、秋葉グループ事件を契機に、警視庁上層部が、 極秘裏に創設した刑事部長直属機関である。その存在は各所轄の所長クラス以上の警察関係者にしか周知されていない。警視庁、捜査一課に属するが、ミッションは刑事部長の麻生から直接下され、いかなる事件にも介入できる権限を持つ。また、メンバーは各グリーンカードと呼ばれる殺人許可証を持ち、メンバーは実行部隊4人。 班長1名メンバー3名と、女性アシスタント名、他に専従管理官1名と専用ヘリのパイロット1名。経理は独立採算制であり、ミッションごとに、アソイの個人名義で必要経費と、ギャランティ、特別手当が支給される。メンバーが集まるアジトは、警察署や庁舎ではなく、東京ヒルサイドハウスと、命された施設を使用。屋上にはヘリポートが設けられており、 内部には、地下の会議室、作戦室をはじめ、管理室、射撃練習場、取調べ室、武器庫などが存在。さらに当時最先端の応援機器、固定電話、第5話からコードレスに変わり、第10話より縦置き型に変更、十2回踊り場の運動器具、各国の時差時計、第5話よりなど、一通りの設備が整っている。所在地は秘密とされており、 関係者以外が立ち入る際は目隠しを強要される。本部外観の撮影にはかつて横浜に存在した山手ヨットクラブの建物が使用された。警視庁捜査第発判の刑事たちが運転する覆面車両は三菱自動車の製品が使用されている。番組宣伝用資料では一般車両をベースに改造、武装強化がされており、通信管制 早期警戒システムを車載コンピュータにて、総括制御、様々な機器と武器、弾薬、特殊装置を搭載しているという設定だったが、車載兵器に頼らない操作に加えて、ストーリーが上路線にシフトして行ったことから、劇中で特殊装置が使用される場面は、ほとんどなかった。なお、各車両は、国から支給された公安車という設定のため、操作のみならず、 第8版メンバー個人の自家用車として通勤手段にも用いられる。上記にリストアップした商品以外に自動向けの重機玩具や非売品のキャラクターグッズなども多数制作されている。下記の日程にて HD リマスター版がファミリー劇場で放送されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。